小玉醸造株式会社は、秋田県片上市板川飯塚に本社を置く醸造メーカー。味噌製造では、秋田県最大手。清酒、太平山、味噌、山急岩素、秋田味噌が特に広く知られ、2009年には清、清酒で、モンドセレクション10年連続金賞受賞や、IWC で、トロフィーや金賞を受けるなど、清酒、味噌、醤油すべてで、国内、 国際問わず品評会で数多くの賞を受賞している。昭和60年には加工食品としては初めて山木海藻が天皇杯を受賞した。また昭和30年代には酒は天下の太平山のキャッチコピーで首都圏においてもブランド認知度が向上した。2009年秋には本社敷地内の酒蔵をリノベーションしギャラリーブルーホールをオープンした。 公募研究の第一人者であった小玉健吉はこの蔵元の子息であり、従業員であった。1879年に小玉久米の助が味噌、醤油の醸造を始め、1907年に小玉合名会社として登記。その後、1913年に青春の醸造を始め、代表銘柄である太平山が生まれる。 1933年には、霊種専用の日本酒としては、全国初となる霊老太平山の発売を開始するなど、先進的な試みを行っている。1985年に株式会社化。ありがとうございます。